こんにちは、初音ミクです。日本語文法をやってみよう、パート4。パート4、否定形にする。このビデオでは単語を否定形に変える練習問題をいくつか紹介します。最初の例、友達の家に行きます。否定形は次のようになりますが、友達の家に行きません。2番目の例、コンピューターは新しいです。否定形は次のようになりますが、コンピューターは新しくないです。3番目の例、私はテレビを見ています。否定形は次のようになりますが、私はテレビを見ていません。4番目の例、入ってください。否定形は次のようになりますが、入らないでください。そして5番目の例、部屋を掃除しました。否定形は次のようになりますが、部屋の掃除をしませんでした。したがってこのビデオは否定形についてです。いいね、コメント、そして今すぐ購読してください。